さっきモナすり抜けました。まあまあまあ、モナすり抜けるんだったら今誰がマシだ。正直な話、すり抜けるんだったら私モナが一番強いと思うねんけど、どうだろう。ギルック、ギルックはまあ強いアタッカーだけど、炎元素のアタッカーいっぱいいるうちの一人だからね。将来フータオとかヨイミヤとかクレイとかエンヒとか揃ったら、まあ別にギルックは好きな人が使うって感じになるからね。ジン団長は、ジン団長星座が二突効果がめちゃくちゃ強いけど、まあまあ風元素ヒーラーは左右もいるし、なんなら風元素にはカズハとかウェンティとかスクロースとか普通に優秀なキャラもいっぱいいるしな。他元素でヒーラーがいるんだったら、まあ別に人である必要はないからな。まあ、ナナちゃんはただの氷元素の不要がキャラ切り替えても残せるヒーラー。まあモナが一旦強い気がするけどな、工場ガチャの中だったら。国星は、いや国星の評価むずくね。国星ってどれくらい強くなった激化反応で、言うてあんま変わんねえだろって気がするんだけど、どうなんだろう。さすがに螺旋はなんとか楽、だいぶ楽になったか。でも今まで国星で螺旋行こうとしたら相当きつかったんよね。まあきつくはないよ。なんかガチ勢の人からすれば言うて螺旋も普通にクリアできるんだけど、まあなんだろうな、やっぱり雷元素って正直スメール行く前は弱かったから、なんかライデン、ベネというかキシャンリンとかに比べたら、国勢軸に螺旋クリアしようとしたら相当な量をつぎ込まなくちゃいけない。まあさすがに、まあ、モチーフ武器じゃなくても、さすがに星4武器でも国勢と相性がいい田中健とかダークアレイぐらいでも多分頑張れば螺旋いけたんだろうけど、まあテンプレベルも相当上げなきゃいけないし、まあきつかっただろうね。ちょっとはマシになったかな。どうだろう、国勢激化軸で、まあ螺旋普通にクリアできるか。激化で強化されたタケノコ。まあ雷元素は順当な強化されてて、まあ嬉しいね。今まで雷元素、本当に雷元素ってだけだったら本当に弱いなこのキャラって評価だったけど、まあアタッカーにするんだったら激化、熟知特化するんだったら超開花が使えるようになって、まあまあ雷元素救われたと思う。いいんじゃね。 Excuse me?